東西南北僕北シャン、はい、ということで今日はお待ちかねの26の動画です。はい26の動画なんですけど、今日はねちょっと1本だけ見てほしいリブがあると。このねプリンスアナっぽい、これを見てほしい。まあ、これいや見てくれたらまあしゃーなしね、ナーマルチ行くよっていうことでまあナーマルチだけっていう人はねまあペペって進んでくれたらいいけど、まあ一応ねあのねリプレイ関節もためになるからね。まあ面白さを求めんならさ、やっぱさ臨場感あるしさ、ナーマルチの方がいいかもしれんけど、まあ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 学びたい人はまあ見てください、このねあのアナポイを。はいじゃあこれ見ますね、アプリンスアナポイ。まあねこれね、クソ相性よ、マジできついよ。てかアナポイ自体がね、あのねあの26に対してめっちゃ強いから、そこまでねめっちゃきついんですよ相性が。しかもプリンスまで入ってると、もう OP マジで。ここはなんでウッド切らへんかったっていうと、コウモリセパしてきたから、あのなんかねあのギャングとか、ね、やりごぼとか入ってたらやっこいなと思って切らなかった。まあ、だからまあこれがちょっと初手が悪かった。まあ結局切るんですけどね、今のあれだってコウモリチクチクすんの嫌やから、まあ、切ったんですけどね。ここで相手がまあプリンス出してきて、あもうこれは美味しいと。でこれでインフェイ出させると、まあこれでね相手のプリンス簡単に処理できるんでね、これはめっちゃ美味しい。このなんでプリンス出してきたのか知らんけど、まあとりあえずこれはあの逆サイドにねあのポイズン食らわん位置でやって、でカウンターにもつなげると。でこれはあのホグ行きますよっていう顔を見せて、まあ行かないっていうやつねまあ、なんでこれ行かへんかっていうと、インフェが残ってるんで、ね、インフェ残ってから、そう この手札、相手の手札見てください。この手札見ると相手はねあのコウモリしかないんですよ、守るカードがね。まあ、だからここで俺はもうアイグラホグすんぞっていうもう顔してるんですよ。まあインフェが消えたんで、まあ、だからまああのアイグラホグするんですけど、ここでね、でまあこんな形を作ると、まあこれはもう完全に手札把握かな。でまあ切って多分プリンス来るやろうなと思って、まあそれでもいいけど、だって多少は入るしね、遅れるから。でまあこれで3発やると、これもうバチクソでかい、この 3発バチクソでかいから、マジで。で雪玉渋ったね、だいぶ多分ね、このカウンターになんかディガーかポイズンつけたかったんよね、まあ、だから多分渋ったやんと思う。まあここはまあアド取れてると思ってたんで、まあちょっとねちょっかい出してアイスピネね、このアイスピネでも意外とでかいからね。でまあやりごぼにはねペーって、でまあホグ行こっかなーっていう迷ってるところです。まあ行きましたね。で多分あの1アドを取りに行く、インフェだって5個すやんか、こっちホグ4個すやからさ、まあ1アドが取れるわけよ勝手にね。まあだからダッシュ使わせる。でまあこれはなんか相手知らんけどさ、なんか結構7襟ぐらい出してきてへん、ディガ。まあこのアイゴレはね、まあ別にコウモリ来たらっていうあれやから別に特にないよ。でまあこれプリンス来たから、まあここでホグ出しちゃうもんで、どうせ刺さらないんですよ。まあ、だからあのアイゴレ、あじゃあえウッドファイボで削るという、このねプリンスをね。でまあここは大砲で、大砲やったらね別にポイズン打たれても美味しくない、言いたくないんでね全然。でここはアイゴレでピュッてしてあげて、ちょっとコウモリ怖かったからホグでねチュッてしてあげて、でまあこれは美味しいと。でもねこれしてたらね、あいつまで経っても俺攻めれへん、あここで言っとくんですけど、インフィネ絶対ファイブ打ってください、あ絶対ではないけど方法を打った方がいいです。あの2周目の時にインフィネ残ったらめっちゃ悪いんで、まあしかも回転数も入らないからね。まあだからあれね、でここでちょっと僕思ってたんですけど、ずっとねさっきみたいな攻防したら、まあ相手はケツからプリンス出して、でアナポイするじゃないですか、もうそれがもうできてへんで、俺は遅れてあのホグ出してっていう、もうインフェ出てきてみたいな、でそのサイクル出来上がってるわけだから、ここで相手絶対これポイズン出してくるなと思う。だからあえてこのね右側にマスケと大砲出して、あのねポイズン誘ってるんですよ、これポイズン誘ってるんですよ、めっちゃポイズン誘ってきてのあのホグ出そうと思ってました、めっちゃ。でここで ポイズン来たから、はい美味しいと思って、でホグ流したら相手エリクサーなくて、でここでね GG とドーンと。まあこれはね相手がね、まあでもそこそこ上手いプレイヤーなんで、今高いから、まあでもあれかな、あの結構さこういう穴っぽい相手ってさ、意外とな、あのねマスキにねポイズン積極的に咲いてくるんよ、あの2倍入ったらね。まあ、だからその穴掘りプラスディガーとかも、ああいうなんかさプリンス来てさ、もう明らかにエリクサー使ってるわけやん。だからさああいうところにさ、もうバチクソさ多分エリクサー咲くから、まあそこで入れ違いのホグしたらブッ刺されると思う、あんな感じでね。まあ、あとは、まあ、ホグで、どんどんアドを取っていくみたいな。あの、何だっけ？インフェ出してね。まあ、結構序盤で
決めきれたらでかいかも。あんな感じでね、あの2周目でね。まあだからなんやろな、でも結構相性はきついと思う。だから攻めるタイミングとかぶすんがやっぱ大事だから、やっぱどのデッキにも言えるんだよね。どのデッキにも言えるねんけど、やっぱ攻めるタイミングとかぶせるのが一番いいですね。まあ回転力も速くなるんでね。まあだからまあ今日ははいナオマルチいきまーす。はいペッてよしやっていきまーす。久しぶりやな、ちょっと26つかん、マジで26つかんの久しぶりやし、ちょっといけるかな。今のねあのねリップはね、あおしたちょっとウォーミングアップしようかと思ってな、やったらさあー来た、もうだるマジでリガーやん。ウォーミングアップしようと思って撮ったらね、なんかないいの撮れたから、あもうウォーミングアップいらんやん思って。でまあザップやったんであれかな、ジャイかな。ああお何これ、何これ、誰か相手のデッキ早く、何何何これデッキマジで名前すぐ固めてあげて、危ない、守ってあげて、ほんでえ待って待って待って、穴掘りザップ U のアーチャーベビドラ、何何何ペッカ、ワンチャンペッカ、ワンチンのペッカ、マスケ、あメガゴ、ほーん、あーやっぱペッカでした。あー待って、これクソほど相性悪くね、知らんけど。だってさペッカに穴掘り入ってんだよ。まあここでまあポイズン誘うわけですよ。まあ多分ね穴掘り飛ばしてくるんで、あー飛ばしてこなかった、あーあやばいやばい、これほんまにやばい、ほんまにやばい、マジでほんまにやばい、マジでマジでやばい、マジでやばい、マジでマジでやばい、マジでやばい、マジでやばい、やばい、アイスプーンミスター、あーやばい、これマジでやばい、マジでやばい、ちょ待って、ミスター、めっちゃミスター、全然ウォーミングアップよくない、これザップ打たれてやばい。あオッケーオッケーオッケー、打ってくるやろ多分。で打ってきたからここでね返してあげて、あのね相手 X はないんで、メガオかビビドラ送られてきますね。メガオでした。まあ3発美味しいね。いやーちょ待って、ミスったな、いやーめっちゃミスった、アイゴレミスった、てかアイスピミスってさ、ちょっとタイミングがあのあれなったよね、あのピシってメガゴやってアイスピがね消えちゃってるんで、アイゴレが釣れなかったっていう、もうこれめっちゃきついんよねマジで。まあ、とりあえずアイゴレ出して左右にもねホグ行く感じで流してあげて、あー警戒してくるねちゃんと。あー待って、普通にこれだるいから後ろに立ててあげて、で右なんかは休養してあげて、オーケー。でこれはベビドラから処理したいんで、あーやっこ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 い、あー危ない危ない危ない、ちょ待って待って待って、お願い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 、やばい、ちょ待って、あ待って買ったくね、いや待て待て待て、自分だ、これ早く早く早く、あしろよあしろよ、とりあえずとりあえずディガーを守ってあげて、オッケー買った、あぶねえ、いやマジでやぶねえ、いやほんまにやばい、いやちょっと怖かった、いやマジでアイスピ2回ミスったからな俺、アイスピちょっと下手くそになってたわ、いやマジで最近に力使ってなかったから言い訳させていやあ危ねえマジで。さあもう一回行くか、今ねフルーチェ食べてるんですよ。なんかみんなフルーチェって知ってる、なんかさ液体出してさ牛乳でぐるぐる混ぜてさなんかゼリーみたいになるやつ、あれ俺めっちゃ好きなんよねフルーチェ、フルーチェのあのマンゴー味、まあぶどうも好きなんやけど、あのねあいちごも好き、もう何でも好きもうフルーチェ自体が好きなんですけど、あ美味しくねっていう、あもう分からんかな、みんな共感してもらえへんかな、あ白熊さんはなんだデッキなんだこれ、あもう分からへん、知らんぞ、ダイナマイトやけどちょっと分からない、んーなんか昔当たった記憶あるんやけどね、何やろう、まあ初手ホグいっちゃいますか、いっちゃいますか、どうしますか、いっちゃいますか、あーもういっちゃいますわ、あーこのスキはいらんかったかも、あー力玉やしね、あーはー股関節ね、股関節ね、股関節、股関節、ここはアイスピッキュッてしてあげて、あー遅れたプリンの竹がマスケティーヤに行っちゃった、まあこれは処理してくるでしょう、まあ美味しいと
ほんでギャング、まあそうしてきたらまあこうしますよね。まあアウトで出てくるんでね、はい、美味しいと雪玉結局強くねっていう話なんですよ雪玉結局強くねっていう話なんですけど、あ待ってずれてる、オーケー、危ない危ない危ない、マジで今全然見れへんからフルチェの方見てた前プリクソやな、めっちゃめっちゃキソやな。まあ来そうっちゃ来そう、来そうっちゃ来そうやけど、まあ一応ねピッて仕上げて、ああでこうへんかった、ああまあそっちに来たか。まあこれアイスピッつけることによってね2発入るからね、知らなかったでしょ。あっ OKOKOK、 あっせえマジで、待って待って待って、荒ぶるもし言っちゃった、頑張れ。あー俺のアイスピーもったいな、マジアイスピー下手くそなってへん俺、やっぱアイスピー下手くそなってるよね。で相手さあ、ま、待ってるよね、待ってずれてる、あー待って全然ずれてなかった、うわーミスった、これ割いてあげて、うわー待って全然ずれてなかった、目おかしなってる、やばい。まあさすがにね、まあ読んできたら美味しいな、読んできたら美味しいレベルだって、雪玉使うんでしょ相手。オッケー、これはあのあれちゃんが無双して、マスケちゃんが無双してワンチャンアウトロー出てくるけど、まあ打っとくか、一応打っとくね、ドーン2発入ると、あー美味しい。ほんでほんで多分右にね、あのねなんかつけてくるはずなんですよここに多分ね、あ待って待って待って、あやっぱつけてきた。でもねこうするとね、あの右左がね次のねあの攻めがねもう完全にギャングしかないってことなんですよ。まあだから流してあげて、はいね、あー待ってお前ら強すぎね、お前ら強すぎねっていう話なんですよ。でここはこれだけで受けてあげて、で今使った分をこっちに割いてあげて、 OKOK、 それは美味しいよ。でまあさすがにねこれにロケット打ってこないと思うんで、これは5打ってあげて、待て待て待て、頑張れ頑張れ、あー OKOKOK、 あーんでプリンスか、あワンチャンギャングやった、あーまあいいや、そろそろねマイプリ来るはずなんですよ。おっと、あそれ相手やった、いやこれは警戒してあげて、両方警戒してあげて、はい GG と、よかったんじゃない、だってなんかさみんなさ枯渇のリップみたいみたいな、アウプリの枯渇のリップみたい言ってたから、こんな感じで全然解説してへんけどマジで、まあ相性はいいんじゃないですかね、わかんないですけど相性いいと思うよ。いやでも雪玉やったら悪いかも、わからん、雪玉きついよね、結局雪玉が強いんだよマジでいきます、もう一戦いっとく、いやでも今何戦した、2戦したやんな、2戦してさリプレイ解説とかもういっか、あでもどうする、一発もう一発かましとく、もう一発かまして67いっとく、もう一発かまして67いくか、しゃあなし、まあいきますか普段26使わないんでね、こういう時に使っといて、動画の時にね使っておいて感覚を戻しておきましょう。はあ疲れますねちょっとね いい声でいきます、ちょっといい声であのねなんかね、あまあいいや、アンさん少年愛護球みたいな知らん、あほぐらいでつきます、あおいしくねそれ、あーミニペックミニペック、あーそれ薬効、あこれあれだね、ホグだね、ゴブリン入ってるホグだね、まあ、頑張れマスケ信じてる、オッケー、さすがー、でこれは無理やりホグ出します、多分ねゴブリン来るんで飛べ、まあまあまあ美味しくね、まあ美味しくねっていう話なんですよ。
で、まあ来るとしたら前プリですね。前プリかホグか。待って、123、あ、ま、待ってない、ちょっとね、満食は、ちょっと大砲満食は怖いし、はい。でまあそっちか、まあそっちなら美味しいよ。で多分ね、あいつすることとしたらね、ホグゴブリンなんですよ。まあね、することとしたらね。で5打ってくるか、ザップか。あなたが打ってやったわ、ごめん。でまあ行ってもいいんですけど、どうせあれ来るんよね、どうせね、あのミニペック来るんですよ。あーあーああ、そんなんあったわ、一発。あ、おいしい、マジでいけ、マジででいけ、今のホグ優秀。オッケーオッケー、警戒しといてよかった。まあいいや。で相手多分ホグ来るかな。オッケー、よいしょ。そんなホグ痛くも痒くもなんもないわ。でまあまあどうせウッド来るんすけど、まあね、飛べ、飛ばないか。でね、この位置出したらね、多分ね相手ね、あのホグ5してくるんですよ。してこなかった。まあここはとあ5じゃなかった、ロケットやった、ごめん。でここ行っちゃうとね、完全にねロケット狙われるコースなんで、ちょっとここは落ち着いてね、で遅れてあのねこれを出してあげることによって、あれ、まあ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 刺さってるんでいいでしょう。でまあこっちに乗せてあげて、よし、さあさあさあ来るとした前プリ読んでます、はい、あざます。でまあここは、あ、それは相手うまい、まあうまいっちゃうまいんですけど、で、あ、しかもずれてね、まずそれうまくね、それうめえわ、それはファイボでドーン、いったマジでクソ痛えじゃん。で多分前プリ来るんですよね、来るとしたら前プリ消えたあたりじゃね、はい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 、でまあこれでバックして、あれ？バックできないの？もしかして。あら、怖い。で、まあ飛ばしてあげてね。ここ入ったんじゃね？はい、GG と。よいしょ。ちょっと怖かった、さっき。回転早められて怖かった。まあこんな感じで今日の動画は。おしまいにしようかな。まあ3本買ってリプレイ見せたんでね、十分じゃないじゃないでしょうか。はいはい、あのね320っていうことでまだまだですね、はい。まだ展開出てるでしょ、だって確か、まあ出てますんで、まあまだまだです。じゃあまだね、中盤なんでね、終盤だったらちょっとガチります。まあ26使うか分かんないですけど、26か、まあ遅延クロスで、まあレベル上がり次第クエイクホグみたいな感じでやっていきます。はい、今日はね、26の久しぶりの動画でした。はい。ということで、この動画がね、よかったらね、チャンネル登録と高評価とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。はい。ということで、今日はお疲れ様でした。